平和公園の夜明け。嬉しいか嬉しいか。あった食べたか。嬉しいか。あっちからいつも来たのに今日こっちから来た。朝は愛犬家たちの憩いの場。おはや。くるくるランガン。おはや。おとなしいですからね。家近いですからみんな。でなんかこう自然に休まってしまったというか。平和公園で毎朝散歩。散歩しやすいです。しやすいですよやっぱり。緑も多いし。今度ここに首相がいっぱい来るじゃないですか。はいはい。なんか期待がありますか。世界の首脳に二度と会ってはならんとね。私ら被爆者としては原爆がまあ落ちたらどんなに悲惨になるか、悲惨なことになるかいうのは知ってもらいたいよね。二度と会ってはならないと思うし。こちらも平和公園の朝の風景です。花の入れ替えですですね、コロナがあった時は余裕花がなかったんですけど、今やっとちょっと花が増えましたけどね。彼女は十何年ね。私20年なんです。20年か20年だそうです。20年選手今度サミットあるじゃないですか、はい、なんか期待することとかありますか。広島は平和の拠点ですから、平和をしっかり世界に知らせてもらいたいですね。どっかで戦争してるからね。戦争をやめてほしい、ね、人間が良くなから戦争するんでしょうけど、そうそう話で解決つかう問題はないと思うんですけど。平和公園に集う人たち、 G7 広島サミットに臨むことは、広島市の中心地にある平和公園。本川が分岐する三角洲にあります。市民の憩いの場です。ここみんな食べ終わっちゃってたから。ここはかつて繁華街でした。原子爆弾により一瞬のうちに破壊されましたが、平和の象徴の地として整備され、1955年に平和公園が完成しました。来月開催される G7 広島サミット、各国首脳が訪れるとして平和公園は警備強化です。原爆慰霊碑には多くの参拝者。ドバイから来たインド人夫婦、仕事は建築家。 From Dubai, and we believe this place has got a lot of importance, cultural and historical importance. Especially we are very fond of the works of Kenzo Tange, again one of the masterpiece architecture which is over here. And one of the reasons why we are here in Hiroshima.被爆者の宇佐川博子さん、20年以上ボランティアガイドをしています。
灯火、炎が燃えて、そしてその向こうに、世界遺産になりました原爆ドームがちょうど慰霊碑の中に入り込むような見え方をしております。もう二度と、核兵器がなくなるまで燃え続けているあの平和の灯火、また燃えて後ろの原爆ドームのような被爆建物を、作らないことをいつもここで、願っております。まあ、私たち通常慰霊碑と言ってますが、原爆死没者慰霊碑、正式には広島平和都市記念碑と言います。ここには原爆で亡くなられた、人の名前を書いた名簿が収められています。今現在33万3907人の方の名前を書いた名簿が収められています。1年に一度5月の中頃に風通しとして地上にこう出される、そういう時があります。慰霊碑に書かれている文章、碑文と言いますが、碑文が書かれています。安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬから。碑文を考案したのは、広島大学で英文学を専門としていた西加忠義教授。主語がない碑文は誰による過ちなのかと議論になりました。議論はあっても慰霊の気持ちは同じはず。でも踏みにじられた平和への思い。日本が原爆を落とされるようなことをした、そういう侵略戦争っていうんですか、そういう戦争を起こしたんではなかろうか。いや、原爆を落とした、その落とした国が過ちだったんではなかろうかといった議論も多かったんですが、過ちというのは二度と戦争という、間違ったことは繰り返しませんという誓いの言葉です。広島市は碑文の中の過ちとは一個人や一国の行為を指すものではなく、人類全体が犯した戦争や核兵器使用を指していると解釈しています。正しく翻訳してもらいたいということで、今現在この平和の池には8つの言語に翻訳された碑文が埋め込まれています。原爆を落とした国、アメリカの現職大統領も原爆慰霊碑に献花しました。その当時のオバマ大統領も来られて、核兵器は廃絶しないといけないということもお話しされてました。今度 G7 サミットがこの広島で開かれます。平和の大切さをしっかり受け止めて帰っていただきたいなと思っております。平和公園の片隅には将棋の愛好家、将棋知っとるならやろうかいって言われてやったんですよ。で3番やって3番とも勝ったの。そしたらその人はね、腹立って帰ったんだよね。県代表じゃ言ったよ。おーてーしょうがないからや。
もうこれはもうないよ。半世紀続く憩いの場。西側諸国の首脳が来るんですけど、それについてどう思われるかなと。いや、いいことはないでしょうかね。僕はよく深くは分からんけど、来てもらってね。僕らはこれ装備するだけで、そういうのは政治的なことは何の頭もないから。ないけどね。うん、そうですあんまり興味ないですか。全然ない。でも商業はできんくなりますよね。できんできん。また3回置かなきゃ。なんてことね。年から年中勝利だ、うん、年から年中ね、時間がある。3、4日、1000円でも別に、はい、なんともない。雨です。雨です、これだいぶ降ってきた、ほんとあれなんで、あ、雷ですよ。おい、雷だな。帰りましょうか、負けました。帰りましょう、帰りましょう。もうやめよう、もうやめよう、ほんとやめよう。暗なった。雷だ、雷だ。おぐと、おぐと。サミットに集う各国の首脳が訪れるとされる原爆資料館。最初に向き合う写真は被爆3日後の藤井幸子さん、息子の哲信さんです。ここに立ってこういう写真の形で、まあ、資料館の被爆の実相を感じていただくというところで、まあ、来館される方をお迎えしているという感じで、まあ、感無量です。被爆したのは爆心地から 1.2 キロの自宅でした。2人の子供にも恵まれましたが、30代で乳がんが見つかり、42歳で亡くなりました。演劇経験者が集まった市民グループ、サミットの前日に朗読劇を披露します。哲信さんもそのメンバーです。そろばんか、そりゃええの。母親の幸子さんの人生を通して原爆に向き合います。茶畑綾乃さん、幸子さんを演じます。明の足が見えた。お母ちゃん、お母ちゃん。すごいなんか一直線な感じの方だなっていうのを思ってて、一緒に寄り添えるかもしれないなっていうのを思って希望していました。サミットについて哲信さんは、和光して亡くなっちゃったけ、旗を振ったはいいけども、要するに核兵器に関しての本質的なところに議論になるのかどうかっていうのがまだちょっとクエスチョンがつくところではあって、被爆地に関わる人間が思ってることが本当に話し合ってもらえるのかどうかっていうところがね、核兵器廃絶に対して前に進むような議論をしてくれればですね、まあそれなりに広島でやった意義はあるんでしょうけども。平和公園のそばにある慰霊碑。中学生の名前が刻まれています。広島2中の1年生323人、あの日全滅しました。その一人、織免茂さん。楽しみにしていたお弁当。母親の茂子さんが作ってくれました。
混ぜ飯じゃうわー嬉しいって言って、その時ああ嬉しい、あの時表情がね、表情がどういうか、今のような表情がパッと出んわけよ、どういうかね、ああ嬉しいって、ああいう、そうしてこの角を曲がって、そこの電気屋のとこからこのどこっちの土手すぎの道路へ出て行ったわけ。それが最後ですわよ。お弁当には兄弟で畑を耕して作った作物が入っていました。ほんの少しの米と取りたての小麦、おかずはね、じゃがいもの細切りを油を入れて炒めたもんだと思う。それでもごちそうですよ。肉や魚があるわけじゃないから。まあどうしてこんなに炭みたいにね、一様に炭みたいになったんかな、うん、当時あの爆弾が原子爆弾とかなんて知らないからね、すごい熱戦だと。各国の首脳は被爆者の遺品と向き合うはずです。原爆資料館行ったらみんな残酷なものが見れる、ね、それを見て、ね、学習できるか思ったら、そうじゃないんです。残酷でなくて残るぐらいのものはまだむしろ軽くて済んだから残ってる。本当にひどいもの、残酷なものは姿も形も骨も何もないんですよ。どこへ消えたのか、骨もない、何もない、ね、そういう人が広島の被爆者の中には何万人もおられますよ。死んだおふくろも少しはね、少しは喜びましたよ。医師でもあるオリメンさんにとって G7 とは、中国やロシアもね入れて話をしてほしい、ね、そういう意見の合わないものをね除外して、仲良しクラブでいくら話をしてもそれでは前に進まない。紛争の当事者を加えてね、とことん話し合うことが大事。話し合いをオープンにして、世界各国から意見が集まってくるようにしてね、うん、何を話をされたのかわからないような G7 ではいかんと。平和公園にはインドから送られた木があります。初代首相のネール氏が広島を訪問した記念に植えられたヒマラヤ杉です。ボランティアガイドの被爆者も覚えていました。後ろ側に書いてありますか。ラジオかなんか先生にも学校で言われたし、インドのネルが来るよ言って。私の同級生はまだ他の学校の人がここも100メートルをパレードかなんかしたんですよ、見に来たいって言ったから。今度インドの首相が来るじゃないですか。私らには人に期待してもしょうがないでしょう。もう核をやめなさいいうわけにいかんでしょう。パキスタンが持ってる、中国が持ってる。サミットではネイル氏以来となる首脳たちによる植樹が調整されています。平和公園にやってきた被爆者パク・ナムジュさん、90歳です。向かった先は、韓国人原爆犠牲者慰霊碑。割と韓国では亀のお墓が多いですね、土台にした。亀って千年万年ってすごく長生きするっていう。両親は在日コリアン一世。まあ祖国で日本の植民地下にあって貧しいから日本へ出稼ぎに来てるんですよね。だから気の身気のままっていう感じ、何にも持ってくのがないんです。
ていじめられたこともあります。朝鮮朝鮮どこ違う、船のような靴ちょっと違うってからかうんですよ。本当にこう先が尖っていて、先へプンタのゴングツ、嫌で嫌でたまらなかった、まあ、日本人になりたかった子供心に。爆心地から 1.9 キロのあたりを走っていた路面電車の中で被爆しました。13歳でした。被爆後、カトリック教徒だった在日韓国人と結婚。19歳で洗礼を受けました。2019年、ローマ教皇の広島訪問。平和公園では2000人が出迎えました。Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. 日本人被爆者とともにローマ教皇に謁見するパクさん。待ちわびた瞬間です。教皇から直接記念のメダルを授かりました。よかったですね。はい、聖母マリア。サミットには韓国の大統領が広島に招待されています。信頼と友情が大統領さん広島を訪問されるっていうとてもいいことだと思います。同じ民族だと言っても過言でないくらい親しい民族だと。だからいつまでも仲良くね、してしたいと思います。So I came to Hiroshima because I wanted to see or experience the tragedy of the past and to learn about the history and in Japan how it affected the nation and then affected the history, the future history. So that's why I came here.まもなく広島に集う世界のリーダーたちへ。約束してください。過ちは繰り返さないと。